どうもこんにちは、ちるこです。おつちるです。夏の子パラダイス3ということで、こちらのマスター行ってみたいと思います。行きましょう。はい、もちろん、エースパーティーで行ってみたいと思います。はい、スタミナ2倍で行っちゃいますか。やめた方がいいかな。行ってしまえ。はいはいはい、では行きたいと思います。またナンパかしら。あんたじゃ私に釣り合わない。はい、あーなるほど。はい、まあ一応ねマスターなんでちゃんと貯めていきたいと思います。いけるかな。いきなりスタミナ2倍で生きちゃったけど大丈夫かな。はい、こんな感じかな。おっと、そっちじゃないけど、はい、まあ問題なくいけそうだな。今油断しているとねダメですからね。しっかり必殺技貯めていきたいと思います。すごいですね、夏の子パラダイスが3っていうのがなんだかこうなんか考え深いですね。いやもうそんなね、そんな月日が流れてるわけですよ。早いな。だってなんかもう毎日早送りじゃないです。もう8月ですもの。早いな。もうなんか夏らしいこと何もしてないんですよ。本当にもう何もしてない。まあね、それだけ忙しい日々をね送らせて、お遊んであげるわ。なるほど、かわいいかわいい。力、なるほど、逆属性、そういうことか。そんな、まあ大丈夫ですけどね、おそらく。まあ全員溜まったんで、うん、大丈夫でしょう。おっとと、まあ大丈夫か。はい、よし、さあ波ですね、来ましたよ。本気で相手してあげる。ハーレムは好き？なんだと。そういうこと。リュバルで1個減らせますかね。
ということかな。あ、1個減らせる。よしよし。まあ普通にやってみますか。ね。そうしよう。はい。ジェファー先生、フランキーでエース。はい。よし、これで、ゼロになったんで、いけるかな。真ん中の波を倒した方がいいと思うんですよね。ミスってるよ。うわー、ミスってる。かやだもう。めんどくさい。ダメじゃんこれ。なるほど、ごめんなさい、参りました。スタミナを無駄にしてしまった。だってもうどう考えたってね、どう考えてたってね。はい、戻ってきます。はい、戻ってまいりました。エースごめんなさい。ちょっとね、無理かなと思いましたので、斬撃パーティーで、ガラッと変えてやってきました。で、これでミホークを打って、で、これが2に1になりまして、で、ゾロを打ちまして、それで0になり、これでいけるんじゃないかなって思うわけですよ。ブレインハイムだって。ブレインハイム、ローを、で、ミンゴで、いいかな。これでいいと思います。はい。で、これはきっと、周りのナミさんから倒した方がいいってことですよね。オートかな。うん、これで行ってみたいと思います。よし、なるほど、真ん中のナミさんを倒さない方が良かったんですね。あーって思ってましたよね、さっきね。これは普通に、だから普通に、普通に行けばいいですかね。おお、やりました、よし。あ、2枚落ちましたね。さっき道中でもナミさん落ちたんですよ。いやよかった。なるほど、周回のね、仕方が分かりました。よかったです。はいはい、
波落ちました。かわいい、ちょっとなんかかわいいというか、なんかちょっと顔がなんか違いますね。まあかわいいけどね、かわいい。打突と白式タイプの必殺ターンを1ターン引く、一味のしびれ状態を2ターン、あ、しびれ回復ってなかなか良くないです。持続性スロット以外をランダムに入れ替える、へえ、これいいんじゃないですかね。いいんじゃないです。はいはい、いやーよかったよかったです。遠藤さんありがとうございます。はい、ということで、夏の子パラダイス3、ナミのマスタークリアできてよかったと思います。はい、まあ、綿飴ですね今回もね。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。